挨拶ロストインパラダイス、どうもクロです。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。先日呪術回戦公式から呪術回戦が完結するまであと5話だということが発表されました。それに伴いまして、呪術回戦でまだ未回収の部分多分いっぱいあるよねと、だとしたらあと5話これ回収されないんじゃない、こうなってるわけでございます。ということで本日は呪術回戦の未回収伏線、ここについて触れていきたいと思います。ただ一つ注意点がございます。というのも、読者が未回収伏線だと思っているだけで、芥見先生にとってはもうすでに回収済みであるというか、もう答えを出してますよみたいな部分もあると思うんですよね。例えばこちら15巻の渋谷事変で板取の前に東堂が現れました。その時に東堂は独白で、あのことを今のブラザーに言う必要はないな、このようなことを考えております。これ当時もあのことってどのこと、とかなり話題にもなっていました。結局ここについては直接このことでしたよとは書かれていないんですが、まあ、後々133話で東堂と新田が渋谷駅の地下に現れた時に五条悟が入った獄門鏡がもうすでに持ち去られてしまっていること、これが分かった時に東堂はどうやら下等卓はすでに獄門鏡を持ち去ったようだな、切り替えろ、五条悟を取り戻す戦いから味方を救い、できうる限り敵戦力を削ぐ戦いへと今目的が変わったんだと東堂が言っております。そして急ごう、ブラザーなら近くに来ているはずだと、こんなやり取りがあってから板取の元に合流していたということで、その合流した後言っていた独白、あのことを今のブラザーに言う必要はないな、これはつまり五条悟がもうすでに持ち去られてしまったことだということがわかります。けれどもここに関しては明確にこれですよっていうのは別に開示されてないわけですよね。読者がこの流れを読んで改めて見るとおそらくそのことなんだろうなみたいな。さらにヤガとパンダの関係性もそうですよね。この17巻でヤガは完全自立型の人工受蓋の作り方、これ最初知らないっていう風に言ってましたけれども実は知っていた。息子をね失ってしまった草壁の妹、これを立ち上がらせてあげるためにもヤガはタケルの情報を持った何か、これを完全自立型の人工受蓋で作った。じゃあなんでヤガはその作り方を知ってるの、ということですよね。ヤガも過去に完全自立型の人工受蓋を作る方法を模索していた、これはなぜかというところで、後にパンダだって回で最初に登場しました家3つ、そしてパンダのことを息子に会いにと息子と呼んでいる、そしてファンブックでは矢川バツイチということが書かれている。これらの情報をもとに推察しますと、まあ、矢川学長はバツイチということで結婚していたこともあるということは子供がいた可能性もあるよね。パンダのことを息子と呼んでいる、なぜ草壁の妹の流れを見ても矢川も同じようなことがあったのかもしれないということで、矢川正道は子供がいたかもしれないけれども何かしらで死んでしまって、そこから矢川息子を生み出したくて研究して、それで生み出したのがパンダであり、そこで完全自立型の人工受蓋の作り方を知った、おそらくこういう流れでしょうと。でもこれは直接書かれたわけじゃなくて、読者がこれまでの描かれていたことだったり新しく出てきた情報、それらを元にね考察したわけですよね。作品の表現として直接答えを出すやり方ではなく、こういうパズルのピースを元に読者自身で考えてくださいね、こういうような表現、これもたくさんあるんだよっていう前提で今回の動画は見ていただきたいなと思います。まあ、本編だけでは語りきれない部分も多いよねということで、ぜひともこちらの続編ファンブック第2弾も期待したいところなんですが、今日は多くの読者にとって未回収伏線と言われている部分について、ここについて触れていきます。ただ細かく言うとあれもこれもとめちゃくちゃ出てくるので、メインどころにだけ触れていきます。なので他にもこれあるんじゃないっていうのはぜひコメント欄に書いてください。まずは話題になっていた1億人呪霊とはかり VS 裏埋めについて、はい、これだけははっきりさせたいですよね。というのもあと5話で完結ということが発表されまして、ということはつまり今のメインどころの話以外は、まあ、ほぼほぼ未回収で完結してしまうだろうと。まずこの2つ、僕は今までの動画でも1億人呪霊は出ない、そしてはかり VS 裏埋めはもうバトルが終わっているというか中断されていると思っております。まず1億人呪霊なんですが、賢者が示
滅会議をやった理由ですよね。その先、日本の全人類と天元を超重複同化させたらどうなるのだろうと、これ賢者の興味本位、自分の中の可能性はいろいろ人体実験的な感じで試してきたけれども、自分の可能性の外でそういうことを行った場合一体どうなっちゃうんだろうと、もしかしたらこれをやったその先に1億人分の呪力を払んだ呪霊が出るかもしれないっていう賢者のイメージでした。さらに今の戦いっていうのは賢者にそれをさせないために戦っている部分もありますので、結局1億人呪霊ができてしまったら賢者の目的が達成されちゃう、それを阻止するためにも今戦ってるわけと、ということなので、1億人分の呪力を払んだ呪霊が出てしまった、それすなわちもうゲームオーバー、そうならないための戦いなので1億人呪霊が出ちゃまずいんですよね。なので確かに過去そういう描写が出ていたので1億人呪霊が出ると思ってる方も多いと思うんですけれども、あれは最悪の結果、そうならないための戦いが今ということで、こちらは出ないと。そしてハカリ vs ラメ、これちょこちょこね、二人の戦いは間に挟まれていたんですけれども、詳しく描かれてなかったわけですよね。ハカリがもう大当たりを引き当てて不死身状態になってるってのは分かっていたので、領域内でもうパチンコ勝負はしてるのね、そして大当たりを引いたのね、これは分かっていました。ただその後スクナが、神の風がこれをやった時に、神の風が辺り一面を吹き飛ばしましたよね。中心部にいた虎杖長宗は、長宗が虎杖を守って耐え切った。それ以外のメンバーは東堂の拡張したブギウギによってカラスと入れ替えて脱出させられていた。その神の風雅が炸裂する前に、ウラーメの私たちの勝ちだ、そしてハカリのアップ、これも描かれております。ハカリとウラーメはスクナたちとちょっと離れたところで戦っていたけれども、神の風雅の範囲内でしょう。そして神の風雅が炸裂する瞬間ってのは、東堂がカラスと入れ替えて光線メンバーを脱出させてるわけなので、このままハカリ何もしなかったら巻き込まれちゃう。ハカリもおそらく脱出させられてるでしょう。ということで、ウラーメとハカリの戦いはハカリが脱出されているので、おそらくもう決着がつかないまま中断みたいな形で終わってしまってるかもしれないと。まああと5話で完結ということで、まあこのバトルはもう描かれないでしょうね。ただエピローグとかで裏アメが倒せないまま終わるってのもちょっと微妙なので、あの後にも実は戦っていて、ハカリが実は勝っていたみたいにはなるかもしれない。なので今のところ1億人呪霊は出ないし、ハカリ vs 裏アメは神の風雅の時に一旦中断されている、まあもう描かれない可能性が高いと思っております。そして虎杖くんの謎の腕、これは最新話でぶっ壊れましたが、ここについては残り5話で回収されるかもしれないですよね。そしてリカに抱かれていた乙骨本体、その時リカちゃんは完全権限しておりました。え、なんでリカちゃんあの時完全権限していたの？これもそうだし、そもそも五条の体で電池切れした乙骨くんはどうなった？倒れてから。これもそうですよね、まあ、リカちゃんが何かしらすることによって、してくれることによって乙骨くんは自身の肉体に戻れるみたいな考え方をしていたんですけれども、まあ、残り5話ということでここも描かれない可能性が高そう。まあ、ただエピローグ後書きとかで乙骨くんが元の肉体に戻っている、実はリカちゃんのおかげだったみたいにさらっと描かれるかもしれない。そしてここからはこれ出す必要あったシリーズということで、虎杖くんがハリマのものに似ていると言われていたことについて、これ単純にスクナさんとウラメが虎杖の姿を見てゲラゲラ笑っていただけだったんでしょうか。そして謎の術師ウサミ、これも出す必要あったシリーズだよね。草壁が言っていた術師、まあ、最強の一級術師は誰？俺かウサミ以外ということで、自分以外にも自分みたいなこう不適された術師はいるよっていう表現で言いたかっただけなのかもしれませんが、まあ、読者的にはこんなポットドで出されたウサミ一体誰やねんとなりますよね。そして不穏なミワちゃん、これも結局何だったのと、あれ出た時めちゃくちゃ怖かったですよね。まあ、その後にね、京都校のメンバーがチリチリになって各コロニーに入っていますので、ミワ、まあ、ちゃんが仙台コロニーに入っていてもおかしくはない。その後ミワちゃん普通に出てきて、もう本当に普通のミワちゃんだったので、まあ、特に裏切っていたりだとか、もう敵に乗っ取られていたりだとかではなかったということなので、マークタミ先生が読者の感情をかき回すためのミスリードだったんじゃないかと。あとかなり気になる部分として残っているのが、やっぱりスクナ、天元、賢者、これらの平安時代関連ですよね。まずこれ天使も含まれますが、スクナがなぜ打点と呼ばれていたのか、それもそうですし、あのスクナがね、賢者の誘いに乗っかって呪物化して20本に切り分けられた。これなんであんなスクナがこの賢者の誘いに乗ったのかっていうのもそうだし、このスクナ、天元、賢者っていうこの三角関係ですよね。これまでも天元とスクナ、賢者、なんか意味深なさ、3人だけが知ってるよみたいなコマ描かれてますよね。お前に言ってるんだぞ天元っていう風に賢者が言ってみたり、賢者いや天元かとスクナが言ってみたり、賢者の前に現れた天元を見て賢者はスクナを思い浮かべているみたいに、この3人絶対過去に
に何かあったやろ的な描かれ方してるんだよね。だからここが回収されないまま終わりそう。非常に残念。そしてそもそも賢者関連のあれこれ、結局こいつ体を乗っ取る術式は分かったんだけれども、こいつって一体何だったのっていう、この賢者のオリジナルについても全然わからない。あとはちょこちょこ描かれてましたが、賢者が領域展開後も術式が焼き切れなかった、そのからくりについて、乙骨くんは五条の体乗っ取って術式焼き切れて電池切れぶっ倒れちゃいました。これ乙骨は賢者が以前に領域展開後も術式焼き切れてなかったから大丈夫だろうと思っていたけれども違った、賢者は何かやっていたのかもしれないと言っていた。ここ何だったのっていうのもそうだし、他にも賢者は過去に体を乗っ取っていたアンチグラビティシステム、板取香里の術式ですよね、これも今も継続してなお使っていることだったり、鴨家で篠に見せていた幻覚、これもあったり、かなりの術式を所持していそうですよね。なので謎がありすぎる賢者のそういった仕組みも知りたいですということで、本当にファンブック第2弾に期待しております。よろしくお願いいたします。ということで、細かく言うと他にもね、あれもこれもとめちゃくちゃ出てくるっていうのはわかるんですけれども、今回の動画ではメインどころにだけ触れて、他の皆様が気になるあれこれありましたらぜひコメント欄、そしてわかる方はこうじゃないかっていうのをコメントの返信とかでもね書いていただければと思います。ぜひ皆様の意見や感想、考察も下のコメント欄で教えてください。ファンブック第2弾発売希望と思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。